日本代表ゴールキーパーザイオンさん、シントトロで覚醒してる件。やっぱ叩かれてもなんやかんや同世代の日本人ゴールキーパーの中では抜けてるよな。あと3年ぐらい修行しろ。代表で武者修行やな。キーパーが相手のシュートに繋がるミスにってやばくない？見てないけどキーパーからの位置だと大抵決定機になりそうだけど。実際に試合を見たやつはいないのか。ブライアンに期待。俺も期待してたけどザイオンが若手トップである以上他も大したことないんやろうな。年間通して不確実性の高い処理はしない。その上でセーブ率上げるからまず一歩。ゴールキーパーでこんな機会採点稼げるのか。まあザイオンも森保の被害者であったか。いや、あれは実力通りやろ。つい最近もとんでもないミスしてたやん。年間に1回あるかどうかのミスを数試合に1回の割合でやるゴールキーパーなんて話にならんて。そもそも日本人の守備とかゴールキーパーなんてほとんどの奴らが若い頃クソ叩かれて成長してるしな。